芸能人の卒業アルバムに抽選、衝撃ランキング。芸能界では可愛い女性やイケメン男性が数多く存在しますが、実は彼らの卒業アルバム写真と現在の姿が全く異なるケースも多いのです。今回の動画では芸能人20名の卒業アルバム写真と現在を比較して、その衝撃度をランキング形式でご紹介します。彼らの驚きの変化をお楽しみください。第20位、石原さとみ。現在石原さとみさんは女優で輝かしい活躍を見せています。彼女はその愛らしさと美しさから多くの女性たちの憧れの的となっています。ファッション誌などでも頻繁にその姿を見かけることがあります。また彼女のメイクにも注目が集まっています。自ら研究を重ね、常に美意識の高さを示しています。彼女の努力家としての一面もその姿から感じられます。驚くべきことに彼女は整形していると言われています。石原さとみさんは中学校時代から創価学会の学校に通っていたと言われています。唇が特に変化していることがわかります。今後の彼女の活躍にますます注目が集まるでしょう。第19位、北川景子。彼女は現在女優として活躍しています。その美しい容姿からクールでかっこいい役柄も多くこなしています。北川景子さんは美貌の持ち主として何度も美しい顔100選に選ばれています。彼女の今後の活躍にはますます期待が高まります。北川景子さんの卒業アルバム写真ですが、現在の姿とは全く異なる顔に驚かれることでしょう。整形の可能性も指摘されていますが、特に目の形が変化していることがわかります。一重から二重になったことで彼女の魅力がさらに引き立っています。整形をしていたとしても彼女のもともと整ったパーツの美しさが垣間見えます。第18位、井上真央。彼女は子役時代から活躍している女優で、今でもドラマや映画の主演を務めるなど、その演技力は高く評価されています。将来も楽しみな女優の一人です。彼女の活躍には今後も期待が高まります。井上真央さんの卒業アルバム写真ですが、子役として活動していた頃から変わらず可愛らしさがあふれています。顔立ちもほとんど変わっておらず、成長の過程がよくわかります。それでも大人になるにつれてさらに美しさが増しているのがわかります。今後もますます魅力的になっていくことでしょう。第17位、松雪泰子。彼女は現在も女優として精力的に活動し、映画やドラマで高い演技力を発揮しています。その美しさとクールな印象から彼女に関する情報も多く存在します。今後の彼女の活躍に期待が高まります。松雪泰子さんの卒業アルバム写真ですが、驚くことに彼女の美しさは今と全く変わっていません。周囲とは一線を画す存在感と生まれ持った美貌が彼女の特徴です。そのキラキラ輝く魅力は彼女が芸能界に飛び込む前から存在していたことがうかがえます。第16位、板野友美。彼女はかつて AKB のメンバーとして活躍し、現在ではモデルやタレントとして活動しています。サマンサタバサのイメージガールを務めるなど、多くの女性の憧れとなっています。ファッションショーでも頻繁に姿を見せています。板野友美さんの卒業アルバム写真ですが、彼女は整形の噂が絶えない人物です。卒業アルバム写真ではあまり可愛らしさが感じられません。現在の姿の方がはるかに可愛らしいということがよくわかります。顔立ちも全く異なるため、多くの人が驚かれることでしょう。おそらく二重まぶたや唇にヒアルロン酸を注入しているのではないかと言われています。第15位、菅野美穂。彼女は現在女優として活躍されています。また夫は俳優の堺雅人さんであることでも有名です。彼女はとても気さくで明るいキャラクターであり、世間からも高い好感度を得ている女優です。その演技力も高く、今後の活躍がますます期待されています。菅野美穂さんの卒業アルバムの写真ですが、大きな眼鏡が特徴的で時代を感じさせる卒業アルバム写真です。しかし眼鏡をかけている以外は
顔の変化がほとんどありません。昔からとても可愛らしい顔立ちの彼女がそのまま成長していることがわかります。整形もしていないようで、彼女の天然の美しさがわかります。第14位、小倉優子。彼女は現在バラエティタレントとして活躍されています。かつてはコリン星から来た優子リンという設定で活動されていましたが、30代を超えた頃からその設定をなくして活動されています。小倉優子さんの卒業アルバムの写真ですが、顔の変化はそれほど大きくありませんが、鼻や目の整形を施していることがわかります。当時は腫れぼったい目をしていましたが、現在はパッチリとした二重の目で可愛らしい印象になっています。確かに今の方がとても可愛らしいです。第13位、武井絵美。彼女は国民的美少女コンテストでモデル賞を受賞しデビューしました。名古屋出身で、その美少女ぶりは誰もが認めるところです。デビュー当時から彼女は非常に可愛らしい存在でした。今後の活躍も楽しみです。またエグザイルの TAKAHIRO さんと結婚されたことでも話題になりました。武井絵美さんの卒業アルバムの写真ですが、今とそれほど変わっていないように見えますが、やはり二重まぶたを整形したことがわかります。現在の方が非常に美しいです。しかし当時からパーツがとても整っていたため、少しの整形でも大きな変化が見られるのはさすがと言えるでしょう。第12、浜崎あゆみ。彼女は2000年代は歌手としてカリスマとして大活躍されました。結婚や離婚を繰り返しているため、世間からの好感度はあまり良くありません。しかし歌手としては昔から根強いファンも多いです。浜崎あゆみさんの卒業アルバムの写真ですが、とても可愛らしい印象を受けます。普段は濃いメイクをされているため、このようなすっぴんに近い浜崎あゆみさんは初めて見たような気がします。しかし整形を繰り返していることで有名な彼女なので、卒業アルバムの写真と現在とは少し違います。第11位、本田翼。彼女は現在モデルや女優として大いに活躍されています。とても可愛らしい性格で知られ、スタッフからも愛されるキャラクターだと言われています。演技力は高くないかもしれませんが、その親しみやすさで仕事を取っている女優さんです。本田翼さんの卒業アルバムの写真ですが、普段はショートヘアーのイメージが強い彼女ですが、ロングヘアの姿も新鮮な感じがします。しかし顔は全く変わっておらず、とても可愛らしいです。すっぴんなのかどうかは分かりませんが、少し違う印象を受けます。しかし彼女がもともと美しいことがよく分かります。今後も彼女の活躍が楽しみです。第10位、能年玲奈。彼女は現在ノンとして活躍されています。事務所とのトラブルで解雇され、現在は個人事務所での活動が中心のようです。朝の連続テレビ小説アマちゃんでヒロインを務められましたが、その後はあまり活動を見かけることができません。能年玲奈さんの卒業アルバムですが、今とは全く違う印象を受けます。歯を矯正していることもありますが、顔の印象が全然違います。おそらく目も整形されたのだと思います。また歯も綺麗に直しているため、今の方が何百倍も可愛いと言えます。もともとパーツは整っているため、整形してさらに可愛くなったと言えます。第9位、渡辺真由。彼女は AKB のメンバーとして長年活躍してきましたが、現在は卒業をされています。 AKB 結成以来その美貌でずっと人気で、彼女が卒業するときはファンの皆さんからは寂しいとの声が上がっていました。渡辺真由さんの卒業アルバムの写真ですが、今と全く違います。目の二重の幅が今よりも狭いように見えます。おそらく目はパッチリ二重に整形されているのではないかと思われます。整形費用に一体いくらつぎ込んだのか気になります。第8位、柏木由紀。彼女は AKB のメンバーとして活動しています。握手会でも絶大な人気を誇り、ファンを思う気持ちは AKB の中でも際立っています。まさにアイドルの鏡といえる
性格を持っています。そんな柏木さんですが、2024年4月で AKB 劇場で行われる卒業公演をもって AKB の卒業を予定をしています。柏木由紀さんの卒業アルバムの写真ですが、顔は今とあまり変わっていません。赤のメガネがとても似合っていて可愛らしいです。今後も芸能界で彼女が活躍していくことを期待します。第7位、亀梨和也。彼は KAT−TUN のメンバーとして現在も活躍しています。またアイドルだけでなく俳優やキャスターとしても活躍しています。野球がとても好きということで、スポーツキャスターにはとても向いている性格だと言えます。今後も彼の活躍に期待が高まります。亀梨和也さんの卒業アルバムの写真ですが、今とは全く違う印象を受けます。目が細く鼻も低いことから、おそらく目と鼻を整形していると思われます。旧ジャニーズの中には意外と整形している人が多いため、亀梨和也さんもその一人である可能性が高いでしょう。第6位、ローラ。彼女は現在モデルとして活動されています。スタイルの良さと美しいルックスで女性からも大変人気があります。また独特な言い回しからバラエティ番組でも活躍されています。彼女の明るいキャラクターは非常に人気があります。ローラさんの卒業アルバムの写真ですが、もともととても可愛らしいローラさんです。おそらく整形はされておらず、ハーフなのでこのようにはっきりした顔立ちになっています。黒髪ということもあり、今とは全く違うイメージですが、顔はおそらく変わっていないと思われます。第5位、有村架純。彼女は現在女優として活躍されています。紅白歌合戦の司会を務めるなど国民的女優としての地位を築いています。朝の連続テレビ小説ひよっこでもヒロインを務め、好感度も非常に高い女優さんです。今後の彼女の活躍が楽しみです。有村架純さんの卒業アルバムの写真ですが、今と顔があまり変わっていないように見えますが、二重幅がとても狭いことがわかります。おそらく目はパッチリ二重になるように整形されていると思われます。しかしパーツがとても整っているため、目を大きくするだけで今のように可愛らしい顔立ちになっています。第4位、向井理。彼は現在俳優として活躍されています。とても身長が高く、モデルとしても活躍されています。演技派としても知られており、今後も活躍がとても楽しみな俳優さんです。女優の国中涼子さんと結婚されたことでも話題になりました。向井理さんの卒業アルバムの写真ですが、顔はとても小さく今と変わっていません。しかし目がとても細いことがわかります。おそらく目を二重に整形したものと思われます。しかし顔のパーツはとても整っており、二重にするだけでイケメンになれる要素があったと思われます。第3位、マツコデラックス。彼女は現在バラエティ番組で大活躍されています。とても頭の良いコメントで、さまざまな切り口からコメントを残すことから相談されることも多いようです。 CM でも大活躍されているマツコデラックスさんの今後の活躍が楽しみです。マツコデラックスさんの卒業アルバムの写真ですが、もともと男性ということもあり当たり前ですが、やはり男性の写真です。しかし整形はしていないと思われます。今の顔もメイクで作られているため、卒業アルバムから面影が受け取れます。また木村拓哉さんと同級生であったということも知られています。第2位、元ニュース、ティモシー・ユイヤ。現在は旧ジャニーズ事務所を退所され、YouTuber として活躍されています。世界の果てまで行って Q に出演していた際は、さまざまなことに挑戦するなどジャニーズらしくない行動でも話題になりました。今後のソロ活動にも目が離せません。ティコシー・ユイヤさんの卒業アルバムの写真ですが、とても可愛らしいですが、今と違ってぽっちゃりしています。そして目がパッチリしていないため、二重に整形したのかもしれません。今はとてもイケメンなので、芸能人としては大成功です。第1位、ナナオ。彼女は現在女優やモデルとして
活躍されています。とてもスタイルが良く、足が長いことから七尾ポーズというポーズも生まれるほどです。悪女役からクールな役まで幅広い役柄をこなす、かっこいい演技も魅力の一つです。七尾さんの卒業アルバムの写真ですが、今とは全く顔が違います。衝撃的です。二重ではなく細い一重まぶたの目で、あまり可愛らしさは感じられません。整形の力はすごいです。しかしスタイルは整形できないため、もともと小顔で足も長いことはわかります。今回は芸能人の卒業アルバムで現在との違いの比較を衝撃ランキングでまとめました。チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけると嬉しいです。これからも様々な話題をお届けしていきます。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。